デキムス・ユニウス・ブルトゥス・アルビヌス・デキムス・ユニウス・ブルトゥス。アルビヌスは、共和制ローマ期の軍人、政治家。ガイウス・ユリウス・カエサルの副心の一人であったが、カエサル暗殺に参与した。デキムス・ブルトゥスは、カエサルの登園にあたり、紀元前77年に、失政官を務めた同盟のデキムス・ユニウス・ブルトゥスの、息子にあたる。若年時は、プブリウス・クロディウス・プルケルや、 マルクス・アントニウスの仲間として活動した。ブルトゥスが本格的に市場に名前が上がるのはカエサルによるガリア戦争へレガトゥスとして従軍した時からとなるが、同じガリア遠征軍にはプブリウス・リティニウス・クラススやクイントゥス・トゥリウス・キケロラ、ローマ元老院入力者の指定も多数参加した。ガリア戦争では、紀元前56年のモルビアン湾の海戦で、 海戦に強みを持つウェネティ族を相手に勝利を収めた、他、カエサルから、たびたび軍団の指揮を任され、アレシアの戦いにも参戦、ガリア戦争の勝利に貢献した。カエサルとグナイウス・ポンペイウスの間で行われた、ローマ内戦でもカエサルに従った。元老因波に組みした、マッシリアに対する戦いでも、カエサルより戦団を任されるキウス・とミティウス率いる、戦団の迎撃及び、 同氏の封鎖を行い、ガイウス・トレボニウスと共に、マッシリア降伏に寄与した。また、紀元前48年から紀元前46年まで法務官拡幅官として、ガリアの統治を行い、紀元前44年にはカイサルからガリア・キサルピナにおける、失勢感覚の指揮権を与えられ、紀元前42年の失勢官にも指名されていた。しかし、 続州狩りやキサルピナへ出発する前の3月15日、いとこのマルクスユニウス・ブルトゥスとガイウス・カッシウス・ロンギヌスが死亡したカエサル暗殺に加担し、ポンペイウス劇場でのカエサル視察にも参加。ブルトゥスは8番目にカエサルを刺したと伝えられる。有名な言葉、ブルータス、お前もかは暗殺の指導者の一人でカエサルが最も愛したと伝えられる。 セルフィリアの息子であるマルクスユニウス・ブルトゥスを指す。数日後、カエサルの遺言状が開封された。第一相続人に、当時18歳のオーイガイウス・オクタウィウス・トリヌス、第二相続人に、デキムス・ブルトゥスとの内容であった。カエサルの遺言状では、ブルトゥスは、第一位遺産相続人であるオーイ・オクタウィアヌスに、次ぐ、第二位遺産相続人の一人。 そしてオクタウィウスが若年の場合の後見人に指名されていた。その事実を知ったブルトゥスは、蒼白になって暗殺に加わったことを後悔し、家に閉じこもったと言われる。その後は、共和派の将軍として、カエサルの後継者を辞任していたマルクス・アントニウスら、カエサル派にこうした。生前のカエサルによって任命されていたガリア・キサルピナに移動していたブルトゥスは、ムティナで、 アントニウスの行為を受けたが、アウルス・ヒルティウス、ガイウス・イビウス、パンサ・カエトロニアヌスの両子生官及び、オクタヴィアヌスの救援を受け包囲を脱し、アントニウスを追撃した。しかし、ガリアで、マルクス・アエミリウス・レピドスがアントニウスに行動すると、これに敗北し、逃走中殺害された。シェイクスピアの儀曲、ジュリアス・シーザーの中では、デキウスとして登場するが、これは、 シェイクスピアの誤りである。スエトニュース、皇帝殿、カエサル50。スエトニュース、ローマ皇帝殿、カエサル83。ありがとうございます。